今回は二の腕を細くする方法をお伝えしたいと思います。私ですね、年齢の割にはですね、美に対しての意識って高いって自分で思ってるんですね。中年太りしたくないと思って40歳から気をつけていったし、で50歳になったらなんかシミを作りたくないと思って美肌に気をつけていったし、まあ、この還暦になってからは年齢とともに老化っていう文章に近づかないようにって気をつけていったんですね。本当はですね、還暦まで身に履きたいと思ってたんですけど、過ぎてしまったんで、過ぎてでも身に履けるようにって言って足の細さに気をつけていったんですね。二の腕っていうのも気をつけていったんです。実はですね、筋トレとか皆さんされている人ってわかると思うんですけど、体を鍛えているところっていうのは意外とですね、肉が落ちないっていうか、肉が若い時の筋肉が締まった体って作れるんですよね。つくづく思うんですけど、年齢で関係ないなと思います。だから皆さん筋トレしてくださいって言ってるわけじゃなくって、日常生活で特に女性はですね、拭き掃除ってあるでしょ。今こそですね、もう一人でこう掃除機が回ってくれて何もしなくていい時代になりましたけど、意外や意外、昔の人たちって腕の力があったり、難聴という米を女の人でも担げるぐらい力持ちの方多かったんですね。腕のこの筋肉、振り袖って私たち言いますけど、これが落ちてない人が昔の人って多かったんですよ。で昔の人から学んで筋トレしてる人見ても、あ、なるほどなと思うんですけど、実際はできない。筋トレしたいと思ってもなかなか続かないし、筋トレはいいって分かっとってもやっぱ続いていけないし、でも私が思うに、足の細さを作るのに私はストッキングを頼ったんですね。だから20代の時から自分でそのストッキングを開発して、ストッキングにこだわって、20歳の時と同じようにミニスカートを履けるまでなったんで、このストッキングをおすすめします。それと二の腕はですね、60代になろうが50代になろうが、振り袖とかスタイルとか作れない中年太りになりやすいと言われてますけど、そんなことないです。体っていうのは必ず気をつけたら気をつけた分で応えてくれます。だからいつまでたっても体のこう線が崩れない人っていると思うんですけど、やっぱそういう人たちは気をつけてます。で私が思うに、筋トレはできないですけど、ストッキング履くことはできると思ってミニスカート履けるようになったんですね。で二の腕を細くするのも、実は筋トレをして腕を細くするっていうやり方の方が手っ取り早いと思うかもしれませんけど、意外やですね、手っ取り早い方法があるんです。それは拭き掃除です。だから主婦の方は一番いいと思います。茶碗洗ったり、茶碗を拭いたり、台所拭いたり、床を拭いたり、棚の物をあげたり、家のことを家事をするだけで意外と二の腕って細くなります。で家事が嫌いで、家のことが嫌いで、ルームもこう掃除機に任せてるとか、腕を使わなくなった時に振り袖が出来上がっていくんじゃないかなと思ってます。自分の中でスタイルを作りたいとか、美肌を作りたいとか、で足を細くしたいとか、二の腕を細くしたいと思ったら、思ったところを動かす、これに尽きると思います。喋りたいとか、認知になりたくないという人も、言葉、頭、口を使うことで、そして腕を細くしたいと思う人も腕を使うことで、足を細くしたいという人も歩くことです。使うことによって細くなるんですね。またねー。